外、星野、石川、もう一度栗原、スリーポイント、来た、来ました、栗原凛。アイバーソンカットからクロスコートスクリーンでハイキックに行こう、ここから栗原は決めてきました、スリーポイント、アイバーソンカットから始まるエントリー、石川はドンリーへ、そしてドンリー、フィニッシュ、ツーショット。淡白ですね、オフェンスが。そうですか、マーシャルに入った、おお、ここはマーシャルが栗原、ゾーン継続は群馬、石川から栗原、栗原スリーポイント、マッツが石川に入れて、石川ドライブ、ブラントに合わせた、N1、かなり攻め方なども両チームともに変えている印象ですかね、今日はドライバーは多くなりましたよね。あとフリッピン狙っていた栗原、スリーポイントファールが、あ、決まった、スリーポイント、フリッピンファールです。ドンディドライブ行きました。最初の優勢ではないところでオフェンシブリバウンドを取りましたね。マッツです、マッツ決めた、次のディフェンス、グラントのピック、マッツへ、マッツ外から沈めてきました、マッツのスリーポイント、石川マーシャルに通した、八村ヘルプ、マーシャル決めた、さあこれで2点差、30秒すでに切っています。栗原スリーポイント、来た、よく見た、タイムアウト、グラントがもう一度ピックに行って、三井ドライブ、レイアップいった、さあ1分40秒、ここは時間使わせたくないです。石川浮かせて、グラント来た、さあ2点差、石川がボール持ちます。ここでマーシャル、ファウルです。完全にペースを握ってる感じですよね、はい、この真空、石川からマーシャル、またファウルだ、はい、同じやられ、石川森をかわす前にタイショットでした、スリーポイントだ、うわー、マーシャル、はい、うまいんです、うまいんですね、いやまだ分かんない、真空だ、オープンになった、石川シュートにはいかない、マーシャル落ち着いていました。マーシャルも2メートル11あるんですけど、体格は2メートル20あります。マーシャルほぼ確実に今日マーシャル決めてきます。ターンオーバーを減らすこと、もうそうなんですけれども、リバウンドであったり、はい、そういったあの基本的なところですよね、これはしっかりできるかですよね。栗原の2ポイントです。そうですね、今田村選手とあともう一人、はい、うわよくつないだ、ボードの裏から、はい、そしてマッツ外振ってインサイド、マーシャルうまい、うまいですね。また石川がボールを運ぶ、キックアウト、キープレイヤー栗原、決まった、決めた、まあ、うわー、いや、点取りに来る、最後まで点を取りに来ま す, そうです、ね、はい、集中してますね。うまいですね、ゴール下マッツ決めました。いや石川選手ね、よく見てましたよね、はい、さあ2つ続けて守った信州、いいですね、ブラントだ、まあいいね、逆転しました信州、まあ、いいディフェンスから、いい得点の形、積極的に打っています。ゴール下完全に開きました、いいですね、石川よく見えていますね。そうです、またインサイド、ブラントキックアウトして、石川から今度はドンリー、いいですね、石川選手本当によく見えてますよね、はい、ポイントガード、日大出身のマッチアップ、石川からマーシャル、いいですね、決めた、その石川がボールを入れて栗原、再び石川、栗原のスリーポイント、来ましたね、来たんで
ですが1点差です。もう1回待つ、ポストアップ、そしてここから打って決めた。まあ、先ほど同じプレーをしましたよね。ありましたね。マッツが空いた。そして左のコーナー、三井のスリーだ。バウンスパス、マーシャル。ファールがありました。フリースロー2本です。そして石川海人は前半だけで7つのアシスト。ここまで9つのアシストを決めています。これもアシストです。石川10個目のアシスト。さあここも石川がクリエイトしていきます。前ですね。マーシャルにいいパスが通りました。そうですね、片手でダンクすると外れるので、はい、両手でダンクいった方がいいですね。栗原スリーポイントきましたね。きた、5本目。素晴らしいですね。マーシャルに入った、かわしてリングアタック、2ポイントです。カーですね、先ほど3ポイント入ってますから。ここは石川がボールを進めます。そしてマッツ、よく入れましたね。はい、石川海人、ね、マーシャルを見た。石川からマーシャルでした。いいレースしますね。石川対藤井、マッツが空いてスリーを決めました。いや、よく入れましたね。守った選手、川崎にミスが出た。マッツ3連続得点です。いや、今すごく難しいですよね。点差は3点です。うまいですね。ブラント1点差です。いや、石川選手うまいパスのタイミングです。信州オフェンス陣も非常に大きなこのブースターの応援。ブラント決めました。ロスコアレンです。栗原のロングツー、いいですね。シュートタッチ非常に、さあ石川からゴール下、ブラント、いいところ出しましたね。そして右拳を握った。アシスト今日も冴えています。そうですね、今藤井選手がフラント選手の前を通過するまで。石川、さあ石川すでに4本スリー決めている。ここはパスを選択し、なんとか通って決め切った。ブラント白からラベナがスティール狙っていました。ボンディにはラベナ、ブラントにはメイテンです。ブラントファルマンター、エンドワン。エンドスローで再開。終わった。これはもうデザインされた通り得点につながりました。石川がまたコートに戻ってきている。信州インサイド仕掛けてパスを選択した。富山の打点差を詰めてきていますと、おっと、ここは石川フロントへというところ、また宇都が動いているが、星野今度はきっちり決めた。石川フロントに入れてきた。お、ここは後ろからしっかりデザイン、アンガス・ブラント。信州は突き放すチャンスですね、はい、この入りの流れのいい中でですよね。マックから回して石川インサイド仕掛けてパスを選択、バーンクになりました、アンガス・ブラント。このプレー、石川のアシスト。石川、ここも高橋がベタッとついている。マーシャル、あ、そうですね、エンドワンだ。ピックアンドロール強力ですね。エソンのファールになりました。チームファールは3になっています。富山信州のエンドスローから仕掛けてきた。マッツです。石川打てるがパスを選択。ここはマーシャルへ。あ、強い。2ポイント上にマーシャル。頼りになりますマーシャル。もう一回同じ形、ね、マーシャル押し込んだ。ファールがあります。ここまでスリーポイント3分の1で石川からブラント回して決めました。うまかったですね。シュートフェイクで。
信州のオフェンスに変わっています。石川からマーシャル、うまいですね、マーシャル決めました。ここら辺のシュートは柔らかいですよね。はい、彼の得意なこのシュートレンジではあるんですが落ちました。マーシャル、はい、しっかり決めました。ここら辺がねやはりこの彼の良さですよね。横浜としてはねああいうパターンどれだけこうノーマークでシュートを打てるのか。スリーポイントを返した。いいですね、面白いですね。はい、点の取り合いです。経験と実力ピカイチホワイトナイフ、うまいですね。ブラントフリースロー2本です。松江のパスが通って決めた。うまいですね。リーが拾った。ゴールした松江、55対54、1点差で最後の10分です。4試合ぶりの出場です。栗原ルイス、ゴール下です。マーシャル対スコット、フリースロー2本です。守った後の信州オフェンスです。石川はマーシャルに託してファールもらいましたね。ファールをもらいました。はい、第2クォーターが始まっています。星野のいいディフェンスがありました。そして奪いました。石川が走る、そしてジャスティン・マス、ゴール決めました。いいですね、いい入りですよね。石川海斗、アンガス・グラント、再び石川、星野が空いた、スリーポイント来ました。気合い、森井を投入してから連続4得点、横浜ビーコルセアーズ、うまいですね。アンガス・グラント、石川選手いいとこ見てましたね。いいパスが通りました。ユトフ、スリーリバウンド信州、石川、ね、長いボール、ゴール下ジャスティン・マッツ、速攻決まりました。いいですね、まあ、信州にとってはやっぱりああいうところなんですよね。10点差離してから、やっぱり簡単に点を入れてしまっているので、はい、それはやはりこうルーセンス試合です。どこに出す、バウンスパス、グラント、コースですね。手を出して切り替え、切り込んで奪いました。信州なんとか繋いだ。いいですね、ドンリーが入ってきた、ダンクシュートだ。ベンドナメがいいディフェンス、スイッチした、艶がつく。石川いいパスを打った、バーチャル石川、ここは中に通してきました。いや、信州が息を吹き返しました。まあ石川ですよね、完全にね、このポイントガードの行動ですね。おパスメイクを入れながらマッツも中に攻めていく、決まりました、まあね、これよく入りますね、マッツね。インサイドが収縮率高いのでね、アウトサイド取りたいですね。ここの石川から中に入ってマーシャルファールをもらいました。さあ信州とすればターンオーバー誘発できました。中にいいパスを打ってマーシャル、石川、さあスリーポイント、マーシャル、これで14点、一つのプレッシャー。後半左のねサイドがよく入りましたね、スリーポイントがね。そうですね、ジャスティン・マッツ、ここは入れ替えです。ここでクリファルのドライブ、リマウンドルーズは三井、はい、さらにはスリーポイント、石川海斗からジャスティン・マッツ。まずは先ほどのルーズボールつないでからのアリウープですね。この石川と松のラインというのは本当にいいですね。よく見てるんですよ、全体をね。それで、まあ、パスをコンパクトにするので、はい、本当に相手が読めないですよね。スチールは渋谷の方が多いんですがね、シーズン通すとね。そうですね、川海斗が鋭いドライブ、中に通ってアンガスグラント、エマー、その後の残像がねちゃんと残ってるんでしょうね、頭の中にね。あとこ石川が手をかけた、石川からドンキー、ファーストブレイクポイント、